カルロスサインツは2024年末にスクーベリア・フェラーリとの契約を終了する意向を明らかにした木曜日にフェラーリが発表したルイス・ハミルトンとの契約に関するニュースが一部の注目を集めた中でサインツの将来についての具体的な言及はなされていなかった彼の将来についての詳細はまだ明らかにされておらずその点に関する情報は今後の発表を待つ必要があるフェラーリとサインツとの契約交渉は おおむね1ヶ月前に始まり、彼の現行契約は、2024年シーズンの終わりに期限切れとなる。新たな契約の締結がなされず、ハミルトンとの契約が注目を浴びる中、サインツの契約は延長されなかったことが示唆されている。スペイン人選手は、ツイッター X で短い声明で次のように述べた。今日のニュースを受けて、スクーデリア・フェラーリと私は、2024年末に友とを分かつことになる。 私たちには、まだ長いシーズンが待っているので、いつものように、チームと世界中のティフォ氏のために全力を尽くすつもりです。私の将来に関するニュースは、やがて発表されるでしょう。サインツは、過去に、二度のレース優勝を果たし、2022年には、シルバーストンで開催された150回目のレースで F1 初勝利を収めた。彼は、2021年に、マクラーレンからフェラーリに移籍し、これまでのキャリアで、 トロロッソやルノーでもドライバーとして活躍してきた今後のシーズンに向けてサインツはチームとファンに対し常に通り全力を尽くす決意を表明しているコメントハミルトンメルセデスのフェラーリの契約が明らかになりサインツフェラーリの動向が注目されています